はい、どうも、空のフォトグラファーです。今日はね、夜の長崎スタジアムシティを散歩してきた時の動画ですね。行ってきました。稲佐山が見えて、なおかつ長崎港が見える位置です。これがジップラインのところですね。上通ってますよね。の終点のらへんですね、行ったのは。この日ベルカの試合が出たらしくてですね、人が結構いました。綺麗ですね、本当に。で、足湯があったんですよね、ここ。で、足湯のところには机とかがあって、もあってです。ご飯とかも食べれそうでしたね。で、これが足湯です。人が何人かいましたね。結構暑いですよ。何度見ても今は飽きないですね。綺麗ですよね、本当に。夜はいいですよ。結構人少ないかなと思ったらね、だいぶいましたね、本当に。で、下に降りていってますね、今。何を見ていってまーす。はい。もうすぐ。ね。で、下に来ました。スタジアムの方に行ってみたいと思います。どんどん行ってますね、今ね。普通に座れますからね、椅子とかね。普通に電気ついてるんで。で、ちょっと下まで行けそうだったので行ってみました。いつ来てもこのワクワク感はありますよね。スタジアムシティっていうのはめっちゃ近いですもんね、ゴールから。で、途中までしか行けなかったんですよ。線が引いてあって、それ見えますかね、この階段の。これじゃあ立ち入り禁止っていう、そのギリギリまで行ってきました。ここぐらいですね。近いですよ、本当に。ここでサッカー見たら、J2 にはもったいないですね、本当に。言えづらいですね。夜もいいんですよ、ここは。ちょっと広めのカメラに変えますね、大きさを。はい、もうすぐ変わります。いいですね。最大限 GoPro の広角を使ってね、こんな感じっていうのはね、めっちゃ近いでしょ。最高です。お疲れ様でした。